やばいですやばいでもそこまでですけどでもねもうちゃんと雪ですよもう白い雪景色ですよはいかなり積もってます翔くんはとありがとうございますごめん先生ラブレターありがとうございますそうだからね毎朝雪かきもしておりますそうなんです皆さんは いかがですか皆さんの地域はどうですか福井は一昨日ぐらいから急に一気に積もって一日でそうやばいんですふるちゃんさんプレゼントありがとうございます東京はいつも通りよお東京降ってないかな どこら辺が降ってるでも九州もなんか降ってた気はしますね。うん。そっかそっかそっか。お熊本も雪降ったよパラパラだけど。ね私も最初はね、その福井もパラパラっていうかあられだったのパラパラだね。そう、パラパラだったんだけど、なんかその、しばらく経ってから急になんか粉雪みたいな、普通にもう雪になってて、みんな、えみたいな。え、雪ってなって、 次の朝目覚めめたらっちゃね朝からね外の窓がねパチ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 ってなってて「え何何何?」って思ったら雪雪がねでした外が雪まみれで「えっ!」と思ってそうだから一日でそんな積もるんだと思いました。 あ、初見さんよよよよよよ,よよよすけさん、北海道は記録的大雪です。いや、北海道そうですね、早かったですよね北海道は。私たちがまだ降ってない時にもう積もってたから早いと思ったんです。東北めっちゃ早かったですよね。ね、大丈夫ですか。気をつけてくださいね。私も最近プラメでも書きましたが、もう本当にね雪はね。 歩くのも厄介なんだけどねそこなんか凍ったりちょっと氷になったりするんですよやっぱりね雪降るとだから滑るのねすごくで学校入る時に階段とかあるんですけど危ないの本当にうわーってなるかと思うぐらい本当に滑るから私本当に体幹鍛えてます最近ストレッチ頑張ってます滑らないようにねいろんな意味でね ライオンハートさん、熊ありがとうございます。ショックハートありがとうございます。そう気をつけましょうね皆さん。はい。あ、恐竜が雪かぶってた。そう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 。福井駅の恐竜がサンタの格好をしてて超可愛い,いんですよ。そう雪かぶってましたよね。中村さんが多分動画を上げてらっしゃいましたね。そうなんですよ。福井駅も絶賛雪が はいそんな感じで福井はそんな感じですそうだから最近ねそのもう積もっちゃってるから普通の靴じゃ歩けなくって雪入っちゃうからねだからブーツで行ってるんだけどブーツでもちょっと危ういやばいちょっと入るってなるぐらいまあまあ積もってますねハート作った雪だるまはねまだ作れてないんだけど ちょっとこうやってすくってハートの形にはしたんだけどちょっと難しくってなんかいびつなこんな感じのハートになっちゃったからもう一回作り直そうと思ってます <laughs> だから上手に作れたら写真一緒に撮ってあげますねライオンハイトさんレインボースターありがとうございますはい歪んだ愛ってことか <laughs> そう歪んだ愛でしたちょっと 歪んでました今日もお風呂上がりかなそうです今日もお風呂上がりでございます最近はもうね早く寝たくて寒いのよとりあえずとりあえずねとにかくね寒いんですよそうだからちょっと早く寝たいっていうか早く布団に入りたいので早めにお風呂入っちゃいます最近はね武蔵さんストーブありがとうございます そうだあのね「m 1グランプリ」皆さん見ましたか「m 1グランプリ」めっちゃ面白かったんですけど今回私も大好きでお笑いが今回はあの私の最近めちゃめちゃ気になってる真空ジェシカさんが決勝進出されてたのでふわっと思って嬉しくてずっ全部見たんですけどいやー面白かったですねすごいもう本当にお笑いっていいなって思いましたねそう でもシンクジュシヒカさんはちょっと敗退になっちゃったんですけどもまた来年期待なんですけどロングコートダディさんがあの最終決戦っていうのかな3位まで上がれるやつ最終決戦っていうのかなに出ててでなんとねロングコートダディさんのメガネの方がなんと福井県出身の方でえっと思ってもうそっからずっとねもうロングコートダディさん 頑張り優惜し,ててしくもね、うん、はい惜しい結果だったんですけどでも一番私はもうねもうダントツ面白かったと思う最初のマラソンマジで面白かった人混み避けながら走ってる世界大会でこんな人いるのか皆さんちょっと見てみてください <laughs> マサトシエイトさん雪ありがとうございますプレゼントもありがとうございますそう あれめっちゃ面白かったほんとにで最後ね一緒に走るって言ったよみたいなあのめっちゃ面白かったもう伏線回収も完璧もうこれは優勝だと思ったんだけど惜しかったねで優勝はそうだねウエストランドさんでしたでも面白かったウエストランドさんは結構毒舌な感じでそうねアイドルのことも言われてたし結構いろんな方面に言ってたけどそう すごいねやっぱり感動しちゃうああいう優,優勝とか見ると808さんケーキありがとうございますライラリアンさんプレゼントありがとうございますうんそううんよかったですお笑いい,いねでも大みそかとかも ありそうそういうのなんか毎年やってますよねお笑い大晦日とか年、ね、年明けとかうんまあそんなこんな、ね、でで今日話したいことはですねあのー、普通に「最近寒いですよね」っていう話なんですけども冬っってて皆さん何を食べたくなりますすかっていう話ですよ、まあ、もちろんですよ冬といえば美味しいものがたくさんありますというか冬って で本当にやばいですよね食欲がやばくってあのプライムでは書いたんですけど体重があの増えていましてうんうんありえないぐらいに増えていましてそうあのしばらくね体重計が壊れてて家のだからしばらく多分2ヶ月ぐらい乗ってなくて体重計に。 なんとなく自分の感覚でまあ1キロくらいちょっと増えてるかなと思ってたらなんかもう普通にあの、うん、あの言えないんですけど想像はるかに超えていたということでううん、うんすごく残念、うんうんうん、でもあのもう見た目に出てて太ってるのが顔がねもう真四角になっててそうこ,こんな感じになってたのでもえっこれおかしいよねって思ってたからそう案の定ちょっとやばい そうだから冬って本当に美味しいものがば美味しいものばっかりじゃないですか例えばみかんとかお餅とかお餅冬になったらお餅ってめっちゃ食べちゃうよね最近も食べましたお餅お団子そうでもやっぱりあったかいものあったかいもの皆さん食べたくなりますよね皆さん冬といえば鍋ですよね お鍋ですよねそうなんですよ私もお鍋が大好きでございましてもう冬去年とかはね去年の記憶だと本当に毎日のようにお鍋だった気がするんですけどメニューが本当にお鍋って美味しいですよねということで今日はちょっとお鍋の話をしようと思います福井とまた違う皆さんの地域となんか違いがあるのかななんて思っておりまして はい今日はそのことについて皆さんとちょっとお話ししたいななんて思っております私はですねやっぱり鍋といえば私の家庭ではやっぱりね味噌鍋とか寄せ鍋とかが多いですね大体いい味噌寄せですねはいえっ寄せちゃうよね皆さんはどうですか 皆さんは何鍋ですかあーもつ鍋なるほどねキムチ鍋絶対美味しいよねえカレー鍋何それカレー鍋ええー、豆乳鍋豆乳鍋ね食べますよ私も去年めっちゃ食べた覚えがありますね 東京もつ鍋です、えー、そうそかちげ鍋すき焼きすき焼きすき焼きね好きですよ水炊きえ水炊きって何なんだろうえすごい初めて聞いたかも読めないみぞれ鍋担々鍋熊鍋ええ なんか、知らない鍋がいっぱいあるんですけども待、ま、って待って水炊き鍋は何ですか水炊き鍋えなんか水で炊くんですかえ気になる水炊き鍋渡辺渡辺 えー、水炊きは超有名だよ。いや博多の名物やって。えー、そうなんだ。んハートありがとうございます。水炊き知らないかも。え何だしで煮てポン酢をつけて食べる。えー、絶対美味しいポン酢いいよね。ポン酢好きですわ私も。好きですわ。いやいいね。 だしで煮るっていうのがねいいねいいよ誰 <laughs> いいようんいやお鍋いいですよねでもね私よくみそ鍋とか寄せ鍋なんですけれどもやっぱり鍋ってちょっと一日では食べきれないというかあとまあ汁が残っちゃったりとかいろいろあると思うんですよ鍋って鍋事情そこのこ難しいんだと思うんですけれども そう残っちゃいますよね。で、ここで皆さんに聞きたいんですけども、鍋をその余った鍋とかをどうやって最後締めますかという話なんですよ。まあ例えばで言いますと、私はですね鍋が残った場合ラーメンかうどんを入れて締めるんですけど、皆さんどうですか？ 餅入れるいやー正月とかも最高ですよねそんなお餅なんか入れちゃったら最高ですよねおじやおじや多いね結構おじや多分ご飯ってことですよね GS さんクマありがとうございますピオタンさんプレゼントもありがとうございますおじやですかラーメン美味しいよねラーメンかうどん一緒ですね 一緒です。そうですよね。一緒だ。一緒です。ワイは親父です。うんうん、うんうん、<笑>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 今日なんか寒いです。い寒いですね。ちょっと <laughs>。 ねえチーチズフォンデュにするえ、すごいチーズフォンデュにできるのかえ美、ー、味しそうだ <laughs> そうだなあ,あと私でもねよし鍋とかもあの味噌鍋の時はラーメンとかうどんとかにするんですけどあのさっききてた豆乳鍋 あの去年私豆乳鍋をめちゃめちゃしましてなんか家族ぐるみでね謎になんかハマっていまして豆乳鍋にだから鍋といえば豆乳鍋が結構出たんですよ頻繁にでそれの締めを何にしてたかというとパスタで多分ね多分パスタだと思うパスタを入れて豆乳パスタなんかクリーミーパスタみたいな感じにしてたんですよ結構ねそれ美味しくって よかったそこにねちょっとまあ,あちょっとまああの今日は甘えちゃおうかなって時はチーズなんか入れちゃっても美味しいんですよねはいそうだから是非皆さんも豆乳鍋やってみたやった時はやってみてください意外とねなんかナイスアレンジって感じでしたそう新しい感じでした是非是非 チーズリゾットやばいねいやーなんかねお鍋って結構なんか正直決まってる決まってるていうか味噌鍋とか色々あるじゃないですかでも鍋ってマジでその何可能性が大きいひえ可能性がたくさんあるというかなんか自分で発想すれば新しいのがどんどん作れちゃいそうですよねそういうこと可能性が無限ないそう あとアレンジが、そうそそそう、ううういうことそうなんですよ。なんか無限大じゃないですか自分でこの組み合わせ良さそうと思って作ったらえ意外とうまっとかなったりなんかできそうだよねいろんなのがだからなんかやってみたいな発明したい私も何が合うかなうーん私の好きな食べ物は私豚汁が好きなので普通に味噌鍋か。<laughs> とん、豚汁鍋。と <laughs> か豚汁が好きです。私は。そうなんです。そう。ひかるさん、プレゼントありがとうございます。ね、でも、鍋って本当に温まるし、美味しいし。そう、あと、やっぱ、そういう種類とか、いっぱいあるから。なんか。ね。いつ、いくらでも。 食べれますよね締めとか変えればさ全然違いますからねこの冬豚汁はもう食べた豚汁はもう食べましたもちろん豚汁大好きです本当に豚汁って本当に美味しいよね <laughs> なんであんなに美味しいの <laughs> って感じなんですけどで私は特に里芋入りの豚汁が好きで。 我が家は豚汁に里芋が最近入ってることが多くってもう美味しいんですよ私最近里芋ブーム来てておでんとかがおでんだっけなおでん煮物が最近出たんですけど里芋がね最近よく入っていてもう美味しいのよそれがすこぶる美味しいんですよなんて美味しいんだと思って里芋って本当に美味しいのよ是非里芋好きな方語りましょう そう大好き本当に大好きなのそうね美味しいよね豚 <laughs> 汁に何入ってるか豚汁はもちろん豚肉と大根と里芋と苦手だけど人参とかなそんな感じあともやしもたまに入ってるかなそんなことないかでも大体はそんな感じ そう最近里芋入ってるのが嬉しすぎて嬉しすぎて嬉しすぎて最高です <laughs> よしさんハートありがとうございますはいかなだから本当に冬は鍋がもう本当に楽しみまだ食べてないんですけど最近はでもそろそろだよね雪も降ってきたし鍋で温まる季節になってくると思います まだ人参なそうだの人参はねね、でも、ね、最近ちょっとこういうなんか細長いもうバーってみじん切りにしてあるやつはもう本当に味がないほぼないやつはいけるんだけど煮物とかの人参はマジでやっぱり無理で一口噛むだけでも。ってなっちゃうぐらい本当にあの結構あのあのう受け付けないですね。 そうカレーとかがカレーとかでもね最近ちょっとマシになってきたんだけどもうなんとかカレーをかき込んでカレーの味にするんだけどでも煮物とかはもう。ってなっちゃうので <laughs> そうまだちょっと塊系固形っていうのはちょっとまだ克服できてないですにでも人参色のナイキを着ているュークそうなんです今日は。 ナイキんかナイキのね服の色が結構いろいろあって、まあ、大体もうこのマークで同じなんですけど色だけ違うっていうねそうなんですよそうかそうだもうすぐクリスマスだしもうすぐ2022年かなだよね今そうですよねが終わっちゃうんだよね やばいねうんやばいね。絶対成功させようね絶対成功させようねこれで分かる方いるかな <laughs> ぺったんこーぺったんこーぺったんあいぺったんあいっ,って感じなんですけどいやー本当に ね、もううさぎ年になっちゃうってことですよねそうあわ分かる方いたそうこれは米田二千さんがやってたネタなんですけど見てみてください m ワ1でやってたのでめっちゃ面白かった結構好きでした私はペッタンあい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 めっちゃ好きでしたね <laughs> <laughs> まだ引きずってる人 そう。そうなんですよ。ちょっと見ていてください。ぜひ。いやー、二千二十三年になっちゃいますよ。でも,も、まずはクリスマスですから、クリスマス皆さんお話し会で会いましょうね。会いましょうね。クリスマスでね。 楽しみですね。てかこのさショールームもさ今周りがクリスマスになってますよね。かわいいなんかクマの人形とかプレゼントとかなんかもう外国の感じクリスマス壁もレンガだしえここサンタ覗いてるしかわいいサンタがこうやって覗いてるよめちゃめちゃかわいいんですけど見られたぜって感じで見つけた ね。はい。そんな感じで。え、なんか、なんか話したいことあったんだけど。なんだっけ。なんか忘れちゃいましたね。な、なんだっけ。え、なんか話そうとしてた。え、なんだっけ。なんだっけ。なななな、なんだっけ。あ,あ、ぺったん、あ,あ、ぺったん。米田美咲さんに。つられちゃうんだけど。 ソフトキャンディーを食べようと思います何だったっけ話したいこと何だったっけ何かあったんだけどなあ、昨日イン、インステグラムインステグラムあ、サッターさんミラーボールありがとうございます昨日ねインステグラムを投稿したんですけど皆さん見てくださいましたか まだ見てないということインスタグラム行ってきてください、私の。そしてフォローといいねを。あとコメントも。よろしいお願いします。という感じなんですけども。昨日、あのー、六く高原の写真をあげたんですけれども、六く高原、本当に素敵な場所でして、あの写真はプライベート。プライベート。 プライベートで <laughs> 行った時の写真なんですけど実はね六郎市高原ねあのー、撮影ドラマの撮影でも行ったんですよそう偶然同じ場所にドラマの撮影で行ったんですけどそう六呂市って読みますそう六呂市高原そうぜひ皆さん行ってみてほしいですあの説明とか詳しく。 あのインスタの方に書いといたのでぜひ読んでくださいしっかりすごいの星空が綺麗な場所って認定されててそう皆さんねぜひ夜とかにもね行ってみてほしいなと思うんですけどもそう私が行った時は昼だったのででも撮影でねこれ実は言っちゃうと撮影は夜行ったんですよ 最高でした星空が本当になのでぜひ夜ちょっと行ってみてくださいハンモックにも乗りましたまたオフショットあげますので楽しみにしてください宮本さんプレゼントありがとうございますうん なんで牛さんたちい、ね、な,なかったんだろう本当に気になるんだけど私が行った時にわざわざその牛さんたちがいるとこまで行ったんだよねそしたらねあのー、柵牛さんたちがいるはずの柵があったんだけど誰もいなくってえみたいなあれ脱走したと思ったんだけど別にそんなことなくって謎になんか私たちの時はいなかったです。 残念ですがまさとし8さんえ可愛い,いクッキーが飛び出てるあホートが飛び出てるプレゼントありがとうございますうんうん てるワくん、プレゼントありがとうございます。しょなみさん、スノードームありがとうございます。スノードーム、懐かしい。なっかさん、ハートありがとうございます。 最近これハマってますねんーんん牛乳は平気なんだっけ牛乳はでもね正直昔はあんま好きじゃなかったですねうんというか 飲まないです最近改めて考えたら飲まない最近全くごめん先生プレゼントありがとうございますそうだ飲んでないんだなんか牛乳の味ってどうなんだっけと思ってたら飲んでないんだそうなんですよなんと私は小学校1年生から中学校3年生まで約9年間毎日のように給食でねそのもう牛乳が出ますから毎日飲んでて。 まあ正直毎日飲まされるともうなんかもうえてってなってたんですけどそうでも今考えると別に嫌いじゃなかったけどでも最近本当に飲んでない全く誠さんハートありがとうございますそう給食じゃないからさ高校は高校はお弁当だからお茶じゃん絶対。 絶対ってことでなないけど、まあ、お茶なんですよ私はね <laughs> 私,私はねそうだから全然飲まなくってそう飲んでないかもそう飲むなら豆乳かも家で飲むのもうんやばいだんだん牛乳の味が忘れかけているんですけれどもカナリンさんハートありがとうございます だからねやばい全然覚えてないかもコーヒーヒ牛乳もも最近飲まないかも昔はもうスーパーに行ってコーヒー牛乳があったら私が勝手に持ってきて勝手にカゴに入れてコーヒー牛乳買ってるっていうあのなんぞのルーティンがあったんですけども最近は本当に飲まないですねコーヒー牛乳もうん 勝手にこうやってトって持ってってカゴにしュッって入れてたんですけど美川さんレインボースターありがとうございますチョコミントさん雪ありがとうございますあっ温泉上がり温泉も最近行ってないしもうなんかもうなんかもうへんって感じなんですけど温泉も行ってないですねやば行きたい温泉温泉行きたいなコーヒー牛乳そうだよねうん あいかさんプレゼントありがとうございます黒キャップさんプレゼントありがとうございます福井は温泉ある福井温泉ありますよあわら温泉とかグランディア放射さんとかいろんな温泉がありますやっぱりあわらの方の方が温泉ありますよぜひ行ってみてくださいそうやっぱりお風呂上がりは瓶のコーヒー牛乳だよねなんかもうこれか わやっぱりお風呂上がればコーヒー牛乳っていうね本当に CM ができそうなうんうん感じですよねそれぐらい私はねお風呂上がり絶対コーヒー牛乳飲んでましたサブちゃんさん金のアヒルひよこ多分アヒルだならありがとうございます うん、オファー、オフお待ちしてます。<laughs> 誰かお偉いさんを見てらっしゃったら、オファーお待ちしてます。すっぴんですか。可愛い,い。ありがとうございます。すっぴんです。ありがとうございます。でもメイクしたらもっと可愛いので、ぜひ見に来てください。<laughs> 自信満々か。っていう感じでね。はい。冗談ですよ。でもこれ以上、多分これよりは可愛いので。ぜひ見に来てください。 もお風呂当たりってもう本当に飲み物がねめちゃめちゃ美味しく感じますよねねめっちゃわかるただのお水でもねもうくっ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 命の水ちゃっ,って感じになるから本当にうんそう本当に今日は何飲んだの今日はお茶しか飲んでないですでも後からお水飲みます うかすっぴん多いね最近多いね最近多いね <laughs> 最近夜ばっかり配信するから最近ねすっぴんばっかりだよねごめんなさいすっぴんばっかりだよね <laughs> 最近多分私の顔すっぴんしか見てないのでは写真以外こうやってショールーム配信多分すっぴんしかやってないと思う <laughs> ごめんなさい最近風呂上がり配信多いね多い うん、チコバルボンさんクマの飾りらしいこれ飾りだよねありがとうございます <laughs> チョコミントさんラブレターありがとうございます雅俊エイトさんハートありがとうございますはいんフんフんフん ありがとうございます。みなさんお優しい <laughs>。お優しい <laughs>。そんな褒められたら私も一生すっぴんで配信しますね <laughs>。あらやだって感じで <laughs>。サーブちゃんさんプレゼントありがとうございます。スノードームもありがとうございます。髪だいぶ伸びてきたね。確かに伸びたかも。ねっ、伸びてる。確かにこれなんか配信で見るとめっちゃ伸びてる感じする。 伸びてるんとちゃいまっかー伸びてるよね切ったら切ったらどうなるんだろう切ったらこんな感じかな <laughs> 切ったらこけしだな切ったらこけしになっちゃいますね <laughs> マイプさんプレゼントありがとうございますはい最近前髪が乾燥してるのパサパサだパサ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 しちゃうよーっていう感じです はい。<laughs> てるおくんなんだっけプレゼントありがとうございますそのくしお気に入りだよねそうなんです実はこのくしよく使ってます私今 <laughs> 皆さん今皆さん気づきましたでしょうか私はもうついついちょっとね私の逆センスが光ってしまいましてちょっともうね 日頃からやっぱダジャレをまあしちゃうんですよね今もついついダジャレを言ってしまいましたこのくし好きなんですよねわたくしあー困った困った私のこのギャグのはなちょっとちょっとね急に出てしまうんですわええ、ね、ほんとすいませんね皆さんちょっとやっ 偶然でもポッと出ちゃうっていうか常日はい、<laughs> 結婚結婚愛ささすこんなこんな人でいいならいいなら皆さん分かりましたか 私、うますぎるうますぎるうますぎるだろじゃあ多分皆さん思ってると思います。ありがとうございます。そんな大げさですよ、皆さんその日頃のことじゃないですかいつものことじゃないですか私がこうやって面白いのは。皆さんちょっと大げささすがに笑いすぎだって落ち着いてくださいよ、皆さんはい、という感じで、ね。 はい、そろそろ配信、はい、終わろうと思います。今何時だろう。今何時ですかね。しょうくん温めるギフト炎ありがとうございます。<laughs> 温めてくれてる。あ、ちょうどいい感じのピタな時間で <laughs> 皆さんがね冬を感じたということで、そろそろランキングを読んでいこうと思います。いきます。13位ミーティアライトさんありがとうございます。また見てください。 12位チョコミトさん。かっこ有効子さんかな。ありがとうございます。また見てください。11位エルフさん。ありがとうございます。また見てください。10位しょうくん。君アットマーク。お初サイン。届きました。かな。よかったです。ありがとう。また見てください。 九位ショナミさんありがとうございますまた見てください八位 GS さん at マークひゆかちゃんおやすみかなかな GS さんはどこだ g さんを探せおやすみのはずかなおやすみありがとうまた見てください では続いて七位サブちゃんさんアットマーク心世の中宇宙そしてひゆか規模がだんだんでかくなってますねありがとうございますまた見てください続いて六位ヨシさんありがとうございますまた見てください五位クンクンさんありがとうございますまた見てください四位サイドさん ありがとうございます。また見てください。三位ワイプさん。ありがとうございます。また見てください。二。八マル八三。八マル八三。ありがとうございます。また。見てください。そして、一位は。ライオンハヤドさん。ありがとうございます。また見てください。き <laughs>、ま、ゃん。はい、ということで。そう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 。さ 二十二ラッキーカニカニを呼んでいくと思うよラッキーカニカニ二十二はてるちこパルボンさんありがとうございますまた見てくださいではもう一人の方いきましょうはい六十二サルカニさんありがとうございますまた見てくださいはいということで皆さん今日も一日 お疲れ様でしたそして今日この配信を見てくださってる3099人の方見てくださってありがとうございましたおスクショ取りたいなという方がいらっしゃるのでスクショ取りましょうかいくわよちょっと燃えそでなんかしちゃってねいきますよう、うん もうえー、<laughs> もうえー、今のは少ししないでくださいね。今のは少ししないでくださいね。じゃじゃんはい。鍋美味しい という感じでいいでしょうか <laughs> <laughs> ではでは今日も皆さん一日お疲れ様でしたそうだなこの後はこの後は早めに寝ようと思います寒いので皆さん暖かくして体調にはお気をつけくださいませでは今日も皆さんありがとうございました またねじゃあねありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。